おはようございます。おはようございます。森高の釣りに声です。はい、ウィークリーエンジガハマサードシーズンボリューム6かな。そうですね、今週ちょっと3日間ぐらい来れてないんで、はい、状況いまいちつかめてないんですけど、もう明るくなってきたんで、はいはい、で5時40分には浜辺に立ちたいかなっていう感じです。そうですね、はい、頑張っていきます。頑張っていきます。いやー激寒。いやー3月なのに全然気温上がりません、特に朝。あーもう車の窓がもうバキバキに凍ってましたからね。凍ってたな、うん、寒暖差が激しいんでまだ冬の格好です。そうす、全然指先とかめっちゃ寒いっす。なんか人が多いからもしかしたらこの来てない期間もついてたかもしれんな。あ、そうですね、うん、今日少ないんかなと思ってたら平日やもんなね。え、うん、結構いける。一応釣れたら分かるからいいよな。あー確かに上がったって自分だけじゃないから、うん、この釣りなんかそんな技術関係ないから。うん、うん、でもなんか先からダツ飛んでるんですかね。ダツ飛んでる。なんかマイクロベイトはずっと手前にいるから。あーそう、サゴシではない、ダツやと思う。ダツジャンプちょっと釣れるように頑張っていきます。はい、頑張っていきます。キラ君、ダツ来た。ダツです。隣の人めちゃくちゃ釣ってたんで、僕もダツめっちゃ飛んでるわ。はい、というわけで、はい、今日はダツと遊びました。はい、めちゃくちゃダツいます。ね、めっちゃ飛んでたみたいですね。うん、当たる回数かなりやって、うん、2球ぐらいかかったんかな。あ、そうですね、うん、ね、あったんやけどサゴシとか目白きはなかったです。ただマイクロベイト多くて、うんうん、あと肉眼で水面で結構出てるみたいなやつほぼ脱なんで、あ、表層付近泳ぐるは結構やられます。周りも脱みんな釣ってましたね。結構釣ってた、うんうん、それ見て釣ったろうと思って、うんうんうん、まあ、そういう感じで今週は厳しかったんですけど、はい、また来週以降も頑張っていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。